フィリップ・オレゴビチ・ヤンコフスキーは、ロシアの俳優、映画監督。1968年10月10日、旧ソ連のサラトフで、俳優であった両親のもとに生まれる。父は、ソ連の名優オレグ・ヤンコフスキー。母は、女優、ルドミーラ・ゾリーナという俳優一家で育つ。1974年、父親のオレグが出演した、アンドレー・タルコフスキー監督の映画。 鏡で5歳のアレクセイを演じ、スクリーンデビュー。モスクワアートシアタースクールで学び、1990年に卒業。卒業後、ロシア騎士の映画学校である全ロシア映画大学に入学、監督コースを履修した。2002年には、で監督デビュー。この作品で、ロシアのアカデミー賞とも言われる。 ロシア二カ賞でディスカバリー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。女優のオクサナ・ファンデラと結婚し、息子イヴァン、娘、エリザベータの一男カズメを設けた。息子のイヴァンは俳優として活動している。41歳の時にアクセリン・パシュと診断されたが、2016年に完治している。ありがとうございます。